風は思ったより吹いてないですね。予報だと7メートルから、まあ、9メートル、最大で11メートルとかなる予報ではあるんですけどね、まあ、そんな風は気にならないです。風向きは今正面から来てはいるんですけどね、そんなに気にならないですね。さあ当たれ、当たってるんですが当たりましたね。押した。これはなんだ、これ何、すごい走りますけどね、なんでしょうね。よし、ちょっと粘って、変なとこ行くなよ。なんですかこれは、アイゴですか。アイゴですね、アイゴです。アイゴは取り込みづらいな、これでっかい真っ赤色のアイゴ、美味しそうなアイゴというのか、真っ赤色ですよ、ほら、アイゴです。本日の初フィッシュはアイゴでした。うわ、ハリスボロボロ。アイゴとりあえずはリリースしますね。アイゴです。当たりましたね。もう当たった。よし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 、もっと入れ、もっと入れ。なんだろうね、なんで話しちゃうかな。入った、合わせます。よし、取った。これはね、アイゴかな。もうアイゴに見えちゃうよね、すごい。今メジナだと嬉しいんですけどね、アイゴっぽいな。ちょっとやばいやばい、船に当たっちゃう。ちょっと場所を変えて、うわ、やばいやばい、根に滑ってるよ、これ根に滑ってるでしょ。アイゴだ、アイゴっすね。でっか、またでかいアイゴ来ましたら、でかいアイゴが来ましたよ。真っ赤色っすね、アイゴがね。もういいや、切れた、 OK っす。アイゴでした。ハリスボロボロだろうな。よいしょ。ちょっと釣り竿向こうに移動しますね。あそこのね、ちょっと一段低いところに。ちょっとここやっぱ取り込みが難儀なんで、釣り竿も変わります。これが悟りなんだね。なんでしょうね。サンバソー、サンバソーです。小さすぎるよね、小さすぎる。はい、こいつです、悟りは。当たったけど、ほらやっぱりね、離しちゃうんですよね、どうしてね。乗ったけど、ダメだね。やっぱりこの子が食っちゃいますね。またいい当たりだから、ちょっと期待させちゃって、これね。ごめん、余計なことして。
パリです。今度こそ入れ、もう最後まで入っていけ。頑張れ頑張れ頑張れ。よしよし、入ってる入ってる入ってます。入った。よし、乗りましたね。これはだけど小さいですね。なんだこれ、なんだ。うわ、北枕、北枕が来ました。ね、北枕です。来ましたよ。で最後いい当たりだったのに。あなたですか。収まる気配は全然ないんで、長トロワの方へ移動してきました。ここはやっぱヒッターですね。表の方はまだ白波が見えますけど、これで涼しやすいです。30センチぐらいの、もう長いですね。30センチ、まあそうですね、30センチぐらいありますね。30センチあります。お長メジナです。ね、お長ですね。ただいま時刻が午後5時5分です。5時5分、お長メジナ来ました。
最後に味が来ました、ね、これで終了ですね。ちょっと大味ではなかったけど小味釣れたんでもう終わりにします、ね、今日もお疲れ様でした。まあ、これから深瀬釣りとかされる方のために仕掛けのしまい方なんて別にねどうでもいいと思うんですけど、まあまあここに釘ありますね。なのでまずはこのハリスを切ります。ね、でハリス絶対その辺に捨てたりしないようにしてくださいね。今浮きがここにあるんですけども、この状態でスクールレバーブレーキみたいなスクール外せるなら外してしまって、この段階でここでもうねこのスクールに引っ掛けます。爪にね引っ掛けて、でもここで道糸も切ってしまいます、ね、これ道糸切ります、はい、これで道約10メートル切ったことになりますね。はい、道糸まず 10m 切ります。そしたらもうまず浮きをしまってですね、一度釣りを終えたら僕は必ず道糸を 10m ぐらい切ってます。道糸をガイドの中何度も何度も通ったり、ね、浮きの中を何度も通ってるので、ここはもう蹴散らずにですね10m 必ず切って、それも捨てちゃってください。竿を畳んでいくんですけど、この時にですね注意してほしいことがあってですね、僕の仲間なんかも未だにやるんですけど、まあこの辺はまあこうやってね塩をある程度こう拭き取りながら引き取んだこしまっていきます。この今もうここからこれ一番の竿の一番細い、ね、一番の部分の方が玉口なんですけど、ここは、まあ、この辺りこうギュッとこう締まっていった時によくこうやってトン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 ってこうやってやる人いると思うんですけど、この手前の方は大丈夫です。トン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 ってやってもね、ただこの一番の方は必ずこうやってガイドを上に上げてしまう。ガイドを上に上げてでも最後もうこの辺なんてほんとトン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 ですぐ穂先が折れてしまうので、ガイドを上にずらす、ガイドを上にずらしてですね、かっけえなこれ、ね、これ今硬いんですけど、この硬いのこれトン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 ってやったら一発で折れちゃいますからね、必ずでガイドを上にシュッと上げて、それからこうやってしまう。これが正しい竿の下。